はい、今日はちょっと番外編ですね。患者さんで、ストレッチだったりとか筋トレのやり方っていうところを教えてほしいって方がいたので、その方に向けて、ちょっとお話していきます。他にもですね、このストレッチとか筋トレが効果的な人は、ここの体幹って言われるところ、腹筋のさらに奥のところの筋肉がちょっと弱かったりとか、あとは逆に太もものこの後ろですね、こういったところに硬さがあるかと、そういった方は、これからやる体操っていうところが効果的になっていきます。ちょっとハードだったりもしますので、無理だけしないようにしながら、できる範囲で少しずつやってみてください。私もこれちょっと下手なので、批判は NG でお願いしますけれども、まず立ってもらって、映ってないですけども立って、この状態から手をですね地面につけていきます。で、芋虫みたいにペタ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 って進んでいって、進めるところまで進んで足を戻します。そう、こうしてあげると、今ここ太ももの後ろめっちゃ伸びてます。でここまでいったら、また足を戻してあげて、いけるところ、耐えれるところまで頑張って体幹を鍛える。はい、でこの後に体をこうやってまた戻して、太もものところを伸ばしてあげる。次またきつくなってきた、こうやってやって、ここ伸ばしてまた近づける。よいしょ、今度こっち、こうで戻す。はい、そう、はい、はい、こうしてあげるとですね、体幹ところっていうところも鍛えていきますし、あと太ももの、後ろ側ですね、こういったところもしっかり伸びていくようになりますので、ちょっとしんどいですけれども頑張ってみてください。私もこれ全然苦手なので、もうちょっと頑張っていかなきゃいけないなと思ってます。ちょっと1週間コツコツやってみますので、次回お会いするときどっちがよりできるかっていうのを勝負していきましょう。スリッパ吹っ飛んでますね。はい、これがまずですね、体幹のところと太ももの後ろの体操のやり方になりますので、ぜひ試してみていただければと思います。これは骨盤の自分での矯正の仕方っていうところをお伝えしていってます。骨盤矯正とかって巷では、整骨院とかではですね、2100円とか2400円とか、そういった自費メニューっていう形で、されてるところが多いですし、あなたの骨盤は、ちょっと歪んでるから、そこに対してですね、ちゃんと治療していかないといけないですよとかって言われてますが、それは嘘です。はい、骨盤は人のパワーでは動きません。これは絶対動きません。筋肉に引っ張られて動くことはあっても、人の操作によって、僕が例えば骨盤をぐちゃ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 やって、骨盤が綺麗に整うかって言われたら、実は整いません。そこだけちょっと押さえておいていただいて、自分自身で骨盤の矯正っていうところをやっていただくといいかなと思います。今日さっきですね、ちょっと筋トレをしてたのでヘロヘロになってますけれども、これやるときはベッドとかこういうところでやってあげるようにしてください。まずですね、この股関節をできるだけ開いて、この状態で開いた状態でこうやってベッドにですね寝ちゃいます。ベッドに寝ちゃいます。この状態でもしんどい方は、この幅をちょっと狭めてみたり、でこうやって寝てあげてください。でこの状態から戻ってきて、ここの内もものところが伸びてくるようになると思います。この状態で腰を少しおちんちんを前に出す感じですね。でゆさ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 っていう感じです。横から見た図は、はい、横から見た図はこんな形です。できるだけここを前に出すような形にして、ゆさ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 です。これをやってあげると、例えば正座した時のここの、座りやすさの感じだったりっていうのも変わっていきますので、初めにですね
スタートする前にこういった座った時のこの座りやすさ、こうした方が楽なのか、こうした方が楽なのかっていうところをチェックしてからやってみるのも一つ効果的かなと思います。ここで、内ももですね、太ももの内側っていうところを伸ばしてあげて、ここの部分、骨盤の部分の矯正っていうところをやってあげるといいかなと思います。産後の方は注意してください。産後の方は多めに見てですね、1ヶ月半ぐらいはこれやらない方がいいです。産後は骨盤の周りの靭帯だったり筋肉っていうところはボロボロになってるので、そこだけちょっと注意していただければと思います。はい、本日の動画は以上ですね。あと何かあったかな、ないと思います。はい、わからないことあれば、ご質問いただければと思いますのでお願いいたします。はい、以上です。はい、 YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお渡しさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイレの施術を受けられます。1つ目、カウンセリングが無料。3つ目、お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。